久保さん。やっぱね、あの、相場は読めないと。み、未来は見えない。未来はわからないとかに、ね、しておきましょうか。僕のコンサル生で、ビットコインを15万ぐらいの時かな。えー、買ってた、500万ぐらい買った人がいるんですよ。15万ぐらいの時ね。300万から500万ですね。で、まあ、その当時、まあ、15万ぐらいの時買ってからの、まあ、ビットコインが100万いく。 70万、60万、100万とか、この行き来200万とか、ここら辺行き来してた時ですね。で、そ、それがね、8000万ぐらいになったんですよ。で、僕はね、そのコンサルセンに、もうそろそろいいんじゃないですか売っても、みたいな。<laughs> うーん、まあどうなるかわかんないし、まあ、あの、利益は確定してるから、みたいな。で、そのコンサルセンは何て言ったと思いますいや、売りません、みたいな。<laughs> いや、僕は間違ってましたね。<laughs> 今700万ぐらいですからね。 ねえ。前その100万とか200万行き来した時に、すげえ色々多分ね、もうこう、どうなんだみたいなあったじゃないですか。で、僕はもともとその、なんだろうな、あのー、リスクが、ね、まあ、もちろんその15万ぐらいで買ってるので、15万を下回ったらそれはリスク、っていうかもうマイナスですよね。塞いだんだけども。でも15万以上をキープしてれば、まあ、マイナスにはならないですよね。 うん。だって15万で1ビット買ってるわけですから。で、1ビットあたりが15万以下にならなければ、もう、もう完全全、まあ、ここの動きはあるけれども、そのマイナスにはならないと。だその考え方がね、僕はできなかったですね。まあ確かになと、まあコンサル生は結構そういうの、あの、僕はね、あの、なんだ、あの、詳しくないですよ。詳しくない <laughs>。なんで、でもい、今考えると、まあそう、そうだよなーっていう思いましたね。 15万、じゃああの時に予測して15万より、まあ下回ることがあんのかと。多分コンサル生の人は、あの、思わなかったんでしょうね。まあもしくは他の考え方もあったと思うんですけども。だから今どうなってんすかね。まあ最近聞いてないし連絡来てないんで、もう送り人になっちゃって、ま、なんか別にネットビジネスとかあんま関係ないのかもしれないですね。<laughs> まあその話、連絡も1、2年 ?2 年ぐらい取ってないからうん。そう。 だ今ね、すごい上昇してますからね。暗号資産、多分。あの、15万円で500万くらい買ってたんで、まあまあ、えっと、15万で、1ビット15万くらいでしょということは何ビット買ってるんだまあまあだ、だいたいざっくりですよ。1ビット15万で500万くらいだ。計算できねな,な。えー、っと、十 <laughs> ビット。10ビットで150万ですよね。50ビット えー、っと10っ100ビットで15万で一千0うんまあちょっとわかんないです。まあとりあえず、まあ1億はいってるでしょうね。1億は。<laughs> 500万が1億ぐらいになってますね、多分ね。700万ですか、ね、今、1ビット。そう。 だまあ、久保さんが言った通り、その、許容範囲でやるってことですね。今、1ビット700万で買って、その700万が余剰資金でね、別に700万決めてもいい、消えてもいいよってことだったら別にいいと思うんですけど、まあ700万はまあ大金じゃないですか。でも当時は、まあ、ちょうど出た頃ですよね。10万とか15万で買えた時期があるんですよ。5、6、7年前は。もっと前はね、数円、もっと15年前とか数円とかね。まあそもそも仮想通貨どうやねんって話なんですけど。 でも、ちょ、これから仮想通貨クリオ、どうなのみたいな時でも、そ、それぐらいでしたから。うん。だね、あの時ね、1ビットでも買っとけば700万でしょまあ、10ビット買っとけば7000万か。<laughs> ね、<laughs> すごいっすね。まあ、そう思うとたられ場ですけどね。ああ、買っとけばよかったなと思いますけど、買わなくて。買わなかったからこそ今があるとも言えますしね。 うん、まあ、足られば言ってもしょうがないですから。でも多くの人は結構ね、足られば言うんですよ。なんとかた、だったら、とかね。うん、でも過ぎ去ったことですし。で、まあ、久保さんの言うとおりも、もまあ、今後、仮想通貨のうまみっていうのは、うーん、まあ、怪しい通貨に手を出すしかはないですよね。うん、そう。でも、その怪し,い <laughs> 怪しい通貨に手を出して、あの、もう、なくなる覚悟で買うか。 っていうまあビットコインも怪しかったですけどね。今は結構認知度ビットコインは取ってると思うんですけど、当時出た時もビットコインってなんやねんと。そもそも仮想通貨全部怪しいみたいな話だったんで。そう。うーん。はい。たられば言ってもしょうがないんで、あの、日々頑張りましょう。いってらっしゃい。